船に乗っていると近くの海面が泡立っていることに気づきました。まるで巨大な船が沈んだばかりかのようです。でも残骸は見当たりません。水面からは蒸気が立ち上がり、巨大な泡が立っています。すると見る見るうちに、あなたの目の前で陸地が持ち上がり始めました。炎と溶岩を噴き出しています。その火口では大量の蒸気が生まれています。恐ろしくなったあなたは急いでその場所から離れました。この島は向こう3年間かけてゆっくりと成長していくことになります。それまで毎日この島は火山灰を吹き上げるのです。その火山灰は降り積もるときに海水と混ざり、陸地へと変化していきます。3年間続いた噴火、その噴火は1967年に終わり、グリーンランドのスルツェイ島が生まれることとなりました。スルツェイ島は海底から生まれた数少ない島の一つです。しかしこの島に足を踏み入れるのは一般人には難しいでしょう。この島には特有の生態系が存在しており、科学者は人間の影響を受けなかったこの生態系の行く末を研究したいと考えているのです。世界中でもこの島に立ち入ることを許される人の数は限られています。お次の場所、ここは遠くから見てもなかなか近寄りがたい様相を呈しています。オーストラリア・タスマニア海、ここではサメのヒレを思わせるような巨大な稜線が海から突き出ているのです。その高さは550メートル、エッフェル塔の2倍の高さです。ボールズピラミッドと呼ばれるこの場所は無人の火山島の中にあります。ここも岩がちの地形が人の立ち入りを防いでいます。島が最初に発見されたのは1788年、当時この島には全く生命が暮らしていないと考えられていました。しかしそれから200年以上が経った2001年、ある研究チームが島を調査したところ、そこで生き物を発見したのです。それは世界でも最も珍しい昆虫の一種でした。研究チームが島にたどり着き、高さ30メートルの地点で茂みを発見しました。その中にあったのはロードハウナナフシと呼ばれる昆虫のコロニーでした。この虫はナナフシの一種、体長は15センチメートルに達します。まるでソーセージほどの大きさですね。マスタードをかけましょうか。と、これは虫のお話でしたね。その日、島では27種類の昆虫が発見されました。しかしその時以来、その数は減少傾向にあります。これらの昆虫は20世紀初頭に絶滅されたと考えられていましたが、ボールズピラミッドに逃げ込んだ個体が生き延びていたのです。お次はブラジル、サンパウロの中心から 150km の距離、ここにも人が立ち入ることのできない島が存在します。仮に入ることができたら、おそらくは生きて出てこれないでしょう。ここは蛇の島とあだ名される場所です。これほど蛇が密集して生息している場所は他にありません。研究者によれば、この場所には1平方メートルあたり5匹の蛇が暮らしているのだそうです。また蛇以外の生き物も住んではいません。他の動物は駆逐されてしまうのです。ここに住む蛇は世界でも最も強力な毒を持つ種の一つ、ゴールデンランスヘッド。体長は50センチメートルほどですが、猛毒ですぐに痛みを引き起こします。この蛇に噛まれた部位の周辺の肉は溶けていくのです。恐ろしい。仮にこの島で蛇に噛まれずに探検ができたとすると、最も目を引くスポットは古い灯台になるでしょう。うっそうと茂る木の奥に隠れたこの建物は、大昔人々が島で暮らしていた頃の名残です。噂によれば、その灯台の最後の管理人は島に蛇がやってきた時に灯台の中にいたそうです。それ以来島は無人島となっています。蛇がどのようにして島に現れたかは未だに謎となっています。広く知られている伝説では、大昔にやってきた海賊がここに宝を隠し、その宝の隠し場所に毒蛇を放ったことになっています。海賊はこの蛇に宝を守らせるつもりだったのですが、それから年月が経ち、蛇が増殖してしまったというのです。中には宝石を身につけている蛇もいたとかいないとか、何らかの理由でこの島に上陸しようとしても海上パトロールが許可を下ろしてはくれません。
ここへの上陸が許されているのは特殊スーツに身をまとった研究者だけです。お次の島はメキシコシティから南へ 27km。 ここへは簡単にやってくることができます。毒を持った動物もいませんし、誰かが守っているわけでもありません。島の地形的にボートで向かうこともできます。しかしこの場所からはすぐに離れたいと思うことでしょう。特に夜の間には島中の木に人形がぶら下がっているのです。それぞれは違った衣服を身にまとっており、その大きさも顔もすべて違います。木にぶら下がっている人形は1本あたり何十という数。実は20世紀にメキシコシティのとある住人がこの島へ移住し、それを人形だらけにしたのでした。彼はゴミ捨て場や運河から人形を拾い続けたのです。島中を人形だらけにするのに数十年がかかったのだと言われています。当初この光景は人々の興味を引いていました。何万という数の観光客がこの島を訪れていたのです。しかし次第に人形は劣化し腐っていきました。また熱い太陽がその顔を変形させていったのです。苔に覆われ人形は恐ろしい姿に変わっていきました。そしてこの人形たちは夜になると命を持つようになるという迷信までささやかれるようになったのです。月明かりだけが照らす中でこの島の中を歩き、片目を失った人形に出会ったらどのような気持ちになるでしょう。もしその人形があなたの方へ向き直ったら、すぐにボートに逃げ帰ってその場所から離れようとするに決まっています。地球で最も危険な場所の一つはベンガル湾に存在します。それが北センチネル島。ここは熱帯の楽園を思わせる小さな島。しかしここには2つの理由で近づくことができません。1956年以来この島への渡航は法律で禁止されています。島の周辺は常に数隻の船での監視が行われているのです。そしてこの島自体も近寄れない理由となっています。パトロールの目をかいくぐり島へたどり着いたとしましょう。小さなボートで岸辺に着いたあなた、ビーチの水は水晶のように透き通っています。泳ぐ魚もサンゴもよく見えます。金色の砂浜に鮮やかな緑の木々、その間に小さな影が見えます。近づくあなたの顔の横を空を切って矢が飛びます。その次の矢はボートに突き刺さりました。あなたが見た影は人だったのです。センチネル族の人々です。弓を持って矢を射り、槍を投げる彼ら、手をバタバタさせながら大声で何かを叫んでいます。歓迎してくれているようには見えません。あなたが逃げるのを阻止しようともしています。センチネル族は世界から離れて暮らす時間が長かったために、島を守るために訪れる人に襲いかかってくるのです。センチネル族は恐れを知りません。一度ヘリコプターが島の上を通ったことがありましたが、その時もヘリコプターめがけて槍や矢が飛んだのだといいます。この場所へ近づいてはならない理由は観光客の身の安全が一つ、もう一つはセンチネル族を現代社会の影響から守るというものです。大陸からやってくる人々は島に病気を持ち込む恐れもあります。センチネル族はインフルエンザやただの風邪に対する免疫も持ってはいないのです。スマホも見たことはありません。またこの島はサンゴ礁に取り囲まれているため、大きな船でもたどり着くのが困難です。でもこの島にたどり着こうとした人々がいました。1880年には岸に上陸した男が島の土を調べ、ここがココヤシの生育に適していることを発見しました。そして彼は島にいくつかの村を発見したのですが、地元民には出会うことがありませんでした。彼は生きてこの島から出ることができたのです。それ以来何度か人が島に立ち入ろうとしたことがありました。研究者や旅行者が魚やヤシの実といった贈り物を手に島を訪れたのです。センチネル族は贈り物を受け取り、さらに多くを要求しました。しかしそれでも彼らが村へ人を招くことはありませんでした。また彼らとは友好的に接することも難しいとされています。彼らが操る言語は世界でも最も複雑な言葉の一つであると言われています。言語学者はその言葉を何十年も研究し続けています。
20世紀の終わりになると、数名の研究者がセンチネル族と交流を始めることに成功しました。1991年にはセンチネル族が大型船へ招かれたことがありました。文化人類学者が彼らにココナッツの入った袋を贈り物として渡しました。しかし受け取ったのは部族のごく数名でした。何世紀も文明から離れて暮らしていた彼らに現代文明の影響を与えることには慎重な姿勢が取られています。インターネットやフライドポテト、Facebook を彼らに教えたらどんな顔をするのでしょうね。